はい、どうも皆さんこんにちは。ピヨチキチャンネルウェブ主のピヨタです。さあ今回は東方位相決やっていきたいと思います。今回はですね、こちら星が灯る大樹の、強敵マークいたずらに命をかけて、そして、こちら、万年氷結でいいのかな、まあちょっと読み方がわかんないですけど、こちらのステージ1から4までやっていきたいと思います。まずはいたずらに命をかけて、まあ挑むパーティーはちょっとね、前にちょっと見てきた情報によりこんな感じの地属性をメインにしたパーティーとなっております。で、今回はですね、天使さんに前衛の巻物といってね、敵のヘイトを集めるものを、持たせております。なんでまあ一番最初に狙われてくれるんじゃないかなという望みをかけてます。さて、どうなるでしょうか。最初は幻月&無月コンビ。うお、やば、セブンスムーンからの、うわ、結構きついですよこの技。とりあえず、大妖精ちゃんは全体のね SP 回復&ね能力減少の回復、さらに、敵に向かって縦列攻撃での、全体の能力減少をね、かけられるということなんで、今回ね、採用しております。今回敵はね、2体ずつなんで、どちらかというとね、縦列攻撃で与えられる、大妖精ちゃんが一番ね、やりやすいというわけでございまして、OK ですね。さて、2回目は、ウェーブ2、チルノとマリサ。この感じのマリサはあんまり見ないですね。じゃあ、自分の防御を上げて、これでね、最強に硬い天使さんが誕生するわけですよ。&CT カット。で、そして、能力を減少させて、でもそれでも狙われはするな。一番ね、狙われちゃいけない大妖精ちゃんには、一応ね、後陣の巻物といって、逆に狙われづらくなるね、巻物をつけております。なんで、通常よりかは、天使さんが狙われやすく、大妖精ちゃんが狙われづらくなっております。なんでね、そこのところも利用して、結構サクサクと攻略できるんじゃないかなと思っておりますけど、チルノちゃんがやべえな、これ。マリサの前にチルノを削ろう。OK ですね。で、マリサのやつはどうしましょう。じゃあ攻撃とかを、自分の攻撃とかは上げていきましょうか。で、まあ一応 HP とね、SP を回復。で、どうしよっかな。まあ一応これをやるのはいいですかね。後ろの方にね、一応入れ替えの方に新規さんとかがいるんですけど、今いい感じにね、一応ハマってくれてるんで、そこのところを崩したくはないんで、地道に削ります。そして大妖精ちゃんがかなり素早くなってきましたね。ここまで来るともう早いですね。で、こっちはキャッツウォークでスピードを上昇させましょう。オッケーオッケー、いい感じ。で、こっちはトリニタリアンラプソディ。これはね、耐性貫通持ちなんで、随分と使える。で、そこから、今回のキャラクターは、テイと、スターサファイアさんですね。で、ここのね、テイの属性に大妖精がうまいこと合致してくれる。今回のね、ダンジョン内に、属性がね、非属性のキャラクターがいないんで、大妖精ちゃんがね、かなり、うまく立ち回ってくれますね。で、その他のキャラクターもね、基本的に、そんなにね、属性的な相性が悪いキャラクターがなかなか出てこないんで、うまいことね、当てはまってくれますよね。本当に大妖精ちゃんが早い。おっと、敵の攻撃に備えた。何パーゲンだ？35% ですか。なら大丈夫でしょう。一応防御は上げておく。まあ、あんまり関係はないですけど。で、攻撃と速度を、こういうね、ちょっとした敵に与えるときに、上げていく。で、トリニタリアンラプソディで、どんどんとどめを刺していく。で、ラスト。シュガーサテラと、
林陽星。さて、じゃあこちらもね、さささってやっていきましょう。シルバンダジョンで攻撃と、違う、防御と速度を下げて、で、つむじ風で、全体をまた下げていく。このコンビが本当に強い。このコンボね、かなり強いですね。で、ひまわりの見る夢。こちらでね、能力減少も回復 &HP、SP も回復。で、能力減少をかけられる。あれなんですよね。基本的に大妖精ちゃんの動きがね、もともとアイテムをスピード寄りに全部やっているんですけど、それプラスね、まあスピード寄りにしているプラス、自分の能力で、行動すればするほど自分のスピードを上げていくというね、能力があるんで、それを利用すると、まあ、なんか一回、他のキャラクターが一回行動してるうちに数回行動できるとかいう、かなりね、行動力のあるキャラクターができますね。はい、そういうことで、終わりましたね。まあ、何の苦労もない感じではいけましたね。はい。で、他にクエストは出てこないんで、まあ、ここのステージはクリアと。じゃあ、こちら行きましょう。こちらは、水なんでね、地属性ゴリ押し。さっきの大妖精を、まあ、マミゾウさんに変えたパーティーですね。さあ、行きましょう。バトルオックスは、アベンジャー持ちなんで、できれば一発で仕留めたいところ。アベンジャーは、HP がね、低くなってくると、最大威力が 70%、増加するような、スキルですね。さて、おー、ポンデスライム倒せましたが、属性違いがいるとね、やりづらいはやりづらいんですけど。で、マミゾウさんは、一応ね、ここのところで、全体攻撃で、まあ、ヴァイパーとルーサルカを、まあ、これぐらいならね、チャージも入れてますから倒せますよね。はい。で、まあ、そんな感じで、どん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 と進んでいって、まあ、今日は、ちょっと早めに終われるのかな？多分。バトルオックスとワーアメーバですか。ワーアメーバがね、確か体力が結構あった。ですよね。まあじゃあ、アポロ反射鏡だけ使って、直殴り。OK ですね。一応 SP はね、そんなに、わざわざ節約するようなことはしてないですけど、まあ何かあった時用のためにね、ちょっとは残しておきたいんで、倒せる時は倒すという感じで、まあ、単体殴りでいけんならそれでって感じですね。はい。地味に名前わかんないんだよな。ラーバウースとディープネレイド。へぇー。なるほど。ああ、耐えてる。まあ、これはキャスパリーグでいけるね。キャスパリーグはね、SP の吸収が本当に強いんですよ。敵の数が多ければ多いほど吸収率も上がるんで、使った後にね、元よりも多くなる時があるんでね、随分使いやすいスキルです。もともとはね、一番、まあ僕がね、このゲームをやり始めた頃は、消費 SP が倍のね、40じゃなくて80あったんですけど、それが修正されてね、40になってから、まあ本家のおりんちゃんのね、技と同じような感じになってから、かなりね、使い勝手が良くなりましたね。さて、じゃあワイルドカーペットからの弾幕獣変化、で、そこから、全体攻撃。OK ですね。で、まあ、一応意味はあんまりないけど、防御を上げて、全体攻撃。で、まあ、これも縦列で、OK。はい、クリアですね。まあ、地属性はね、どちらかというと、全体攻撃持ってるキャラがね、多いんで、そんなに苦労することもないですよね。まあ、全体攻撃を持っていても、天使さんだけが、ちょっと、攻撃アップバフをね、自分でかけることができないんで、そういうところに、沖縄さんとかの、攻撃アップバフ、またはね、属性エンハンスを、うまく組み込むのがね、多分、天使さんをうまく、運用していく感じで、使うにはね、そんな感じで、攻撃バフを、うまいこと使うのが、ありだと思います。またね、さっきの
強敵のところでやっていたような感じで、テンさん自体も、自分のスキル自体はないんですけど、技のところでね、まあ、勇気凛凛の剣、剣かな、そちらの方でね、攻撃とともに攻撃とね、速度を一応上げられはするんで、あんまりね、属性とかを気にしなかったり、あとちょっとで倒せるところで、そういう風にね、やるのも一つの手ではないんかなと思います。そういう感じで話していたら終わりですね。はい、じゃあ今回はここまでといたしましょう。次回はこちら。まあ、無冠の刀流かな。それと、まあ、強敵マークが出たなら強敵マーク。で、出ない場合は、こっちにしましょうか。吸血鬼の別荘。こちらのステージ1から4をやっていこうと思います。では、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。じゃあね。